ジェシー・アレクサンダー・ヘルムズは、アメリカ合衆国の政治家、ノースカロライナ州、モンドー出身、元上院議員。所属政党は、共和党。宗教は、バプテストである。愛称は、セネターノ。ウィンゲート短期大学を経て、地元新聞社、ラーレー・タイムズに、勤務、第二次世界大戦時は、アメリカ海軍に所属し、母兵係を務めた。戦後は、 ノースカロライナの地方紙、ラジオ局、テレビ局など、マスメディアでの活動を続ける一方、親子代々支持してきた民主党に所属して政治活動を行った。公民権運動には一貫して反対の立場を示し、人種差別的な表現も多く含む激しい攻撃を行っている。その後は、リベラル色を強める民主党から離れ、共和党に倶ら返する。 1972年に共和党公認で地元ノースカロライナ州から上院選に出馬54%の得票で当選を果たす。上院では農業委員長、外交委員長を歴任。共和党保守派の代表格で1976年に最高裁が一時意見判決を下した死刑制度の地方レベルでの復活に尽力。 1980年には名誉であるロナルド・レーガンの大統領当選に貢献した。外交委員長時代は、米国の国益に反すると考えた政策に強硬に反対する姿勢を示し、国連強化を打ち出したブトロスガリ事務総長時代の国際連合に対しては、自らーリンアフェアーズ氏に反対する論文を、寄稿、さらに国連分担金の承認を議会で拒否するという、 運動に出た。1996年には、米国がテロ支援国家に認定しているキューバに対する経済制裁拡大のため、キューバに経済援助を行った国家に制裁を課す、いわゆるヘルムズ・バートン法を制定させ、1999年には、クリントン政権下で訴状に上った包括的核実験禁止条約を、ジョン・マケイン議員と共に秘訣に追い込んだ。 台湾用語の観点から、現在の中国政府に対しても強硬で、ヘルムズは中国政府を、レッドチャイナと呼ぶ。2001年8月22日に、高齢や健康不安を理由に地元テレビで、政界からの引退を表明し、エリザベスドールに後継を譲った。その際には、友人たちにご礼を述べたい、ロナルド・レーガンが常々申していたように私にも、言わせてほしい、米国に、 神のご加護がありますようにと述べた。また、同年のアフガン戦争で、カーブルが陥落し、ターリバーンを敗走させると、ジョン・マケイン、ジョーリー・バーマンら9人の超党派の議員らと、ジョージ・ブッシュ大統領に書簡を送り、イラクを対テロ戦争の大二幕にするように提言、イラク戦争への流れを作る。2002年10月のイラクへの武力行使用認決議を、お気見上げに正界を引退した。 同じく共和党保守派を代表するジョン・ボルトン、元国連大使は青年時にヘルムズの補佐官を務めていたことで知られ、ヘルムズの国連に対する根強い不信感と政策は、ボルトンに受け継がれた。チャールトン、リンダ、コンサバティブ・リパブリカン、ビクター・イン、ノース・キャロライナ・セネート・レース。ザ・ニューヨーク・タイムズ、P ・ゴハット、ピンスキー、マーク・アイ。 ヘルムズ・イグゾアッツ・タバコブロック2・ファイト・バジェット・カッツ。ザ・ニューヨーク・タイムズ・ P1。ありがとうございます。